有名店の寿司を人気の役者と共に描いた江戸時代の浮世絵版画。1853年の作、三代歌川豊国と初代歌川広重の唐と孔明懐石尽くし円円亭。歌舞伎役者助高屋隆助が安土桃山時代の美形の武士名古屋三座を演じる姿を三代歌川豊国が描き、初代歌川広重が江戸の有名な料理屋である円円亭の見える景色を店名にちなむ燕と共に表し、隣に描いたこの店の寿司のネタは川の目まで表された鯛と思われるものと、青いのは小肌、赤はマグロで、黄色は卵。左上に寿司の桶、右下に笹の葉を配置する構図の工夫で寿司を印象付けつつ、人気の役者も描いた本作は商品宣伝の効果も高かったものと想像されます。